最も著名な小獣来号寺本、六道絵より、阿鼻地獄六道絵は、仏教で解く六道の世界を絵画化した仏が、地獄変装の一つ。六道輪根図中華人民共和国チベット自治区らサのセラジ、六道絵の原型はインドにあり、アジャンターセックス軍第十七靴の、五、趣むき聖子輪がその例とされる。この種の六道絵は再域を経て、 中国に達したと考えられている。西域では、トルファン近郊のベゼクリクセン仏道の壁画中に、六道林列がある。日本では、浄土教が広まった平安時代以降、大衆教家の役割を兼ねて、多数制作された。原神の王女洋衆は、仏教信仰の面のみならず、日本の文学や造形芸術にも多大な影響を与え、 同書のエンリエドの記述に基づく、六道絵が制作されるようになった。平安時代の作例は記録の上では、多数見られるが、現存するものは少ない。鎌倉時代になると、死が、少女来号時の、六道絵は、王女要舟、エンリエドに基づく、絵画作品として著名である。上級本、北の天神縁切絵巻には、そう、日造の六道巡りの説話が絵画化されている。 鎌倉時代の六道園には、六道の描写に加えて、メレンキューボ説話のような地獄救済説話や、地蔵十王図を組み合わせたものが見られる。京都、善林寺の十海図、兵庫、極楽寺の六道図などはその例である。室町時代には十海と東馬万太羅信仰が融合した大麻寺奥院の十海図のような作品も作られた。楽器造史の一場面。 ありがとうございます。